こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は Amazon などの EC サイトの領収書、これの紙の保存が廃止になります。これは法人、自営業、フリーランス、皆さん該当する項目なので、しっかりと動画で学んで対策をしていきましょう。2022年の1月からスタートします。それでは動画で詳しく解説していきます。私はオンラインサロンの運営、他にも Twitter、Instagram、TikTok もしていますので、ぜひそちらの方も URL からチェックしてみてください。それでは電子法改正についてスライドで順番に見ていきましょう。はい、それでは本日の動画、紙の保存廃止、個人事業フリーランスも該当します、2020年の1月からについて動画でスライドで順番に解説をしていきます。本日の内容です。まず最初に電子帳簿保存法改正について解説をします。そして4つの改正ポイントについてまとめてね、紹介したいと思います。そして電子取引のデータ保存義務について詳しく解説をしていきます。そしてデータを保存する3つの要件を紹介して、具体的対策を紹介します。そして最後まとめ注意点、本日はこのような流れに行きますので、よろしくお願いします。まずそもそも電子帳簿保存法改正って何だろうということでね、どういうことになったんだろうということで、皆さんね、ちょっとね、噂だけ聞いてね、戸惑ってる方多いかと思うんですけど、この保存法が改正されてスタートするのが2020年の1月から、この電子帳簿保存法改正、皆さんがね、今騒いでいるものが1月からスタートする予定です。細かく解説していってしまうと皆さん余計に分からなくなると思うので、今回の動画では皆さんが関係あるポイントを2つに絞って解説を進めていきたいと思います。まず1つ目、国税関係帳簿書類のデータの保存の要件が緩和されるというものです。これは国税関係帳簿書類ってどういうものを言うんですかというと、決算書、仕分帳、総勘定元帳など決算に関する帳簿や書類のことをデータで保存したいっていう会社さん、自営業の方の要件が緩和されるよというのが、この電子帳簿保存法開放の1つの大きな目的の1つです。2つ目のポイントなんですけど、この電子取引に関するデータの保存の義務化がされます。大きくこの2つの柱によって電子帳簿保存法が改正されるというふうに思っておいてください。ポイントは2つです。要件が緩和されるものと、厳しくなって保存が義務化される、この2つが大きな柱だと思ってください。そして順番にね、この緩和されるものの中身、そして義務化されるものの中身を順番にスライドで解説していきます。4つの改正ポイントに絞って解説をしていきますね。まず1つ目、これは緩和の方です。今から紹介する1、2、3番の方は要件が緩和される、緩くなるよっていう方の説明だと思ってください。そして最後の丸4、4つ目のところが義務化の話だというふうに考えて解説の方を聞いていただきたいです。まずね、1つ目、承認制度の廃止です。これは今まででしたら法人とか会社さん、まあ、自営業の方もそうなんですけども、電子で保存したいよっていう場合には3ヶ月前に税務署への事前申請が必要だったんですけど、今回緩和されるということで、改正によって事前の申請が廃止しなくてもいいですよっていうふうになりました。そして電子保存に対応しているシステムであれば、もうそのまま準備でき次第電子保存が可能ですよというふうに要件が緩和されます。これは会計システムやスキャナ等で対応しておけば OK っていう意味ですね。で、もともとこの電子保存にどうしてしたいかっていうと、会社が大きくなればなるほど、もしくは規模が大きくなればなるほど、紙の量が膨大になってくるために、こんなにたくさんの紙の量を持っていくっていうのは非効率だし、電子化したいよっていう方向けに、この税務署に3ヶ月前に電子上で保存をしたいっていう方には申請を出していて、それが OK ですよ、紙じゃなくてもいいですよっていうふうにされていたものが、今回の改正でこれをわざわざ申請しなくても電子保存ができるようになったっていう緩和です。そして2つ目です。タイムスタンプ要件も緩和されます。今までですとスキャニングの時に受領者の署名が必要だったところが不要になります。そしてタイムスタンプの付与期間が3日っていうものだったんですけど、要件が緩和されて最長2ヶ月以内にタイムスタンプを付与すれば OK ですよというふうに条件が緩和されます。また電子データの修正削除の記録をログ上に残せればタイムスタンプも不要ですよということで、かなり要件が緩和されることになります。はい、3つ目が検索要件も緩和されます。検索の要件が取引日時と取引金額、
取引先、この3項目のみで OK になります。そして逆にこの4つ目が今皆さん一番気になってるであろうものです。電子取引で取引をしたものは電子データで保存をしてくださいということが義務化になるんです。どういうことかと言いますと、今までだと電子データでもらったものの保存は書面紙で保存しても OK ですし、電子上のデータで保存するのも OK ですよ、両方いいですよというふうに容認されていたんですけども、これが令和4年の1月1日以降、電子上でもらったものは電子保存でするというふうなことが義務化されます。これはね、法人も個人事業もフリーランスも全員が該当してくる項目だと思います。ということで今ね、皆さんね、年明けからどうやってデータを保存しようということで噂が回っていたり困っている項目はこの4点目の電子データの保存義務化がされるというポイントが大きいかと思います。もちろんね、1番2番3番のね要件緩和もすごくね、電子保存するためにはスムーズにねできるようになるのですごくいいことなんですけども、この4つ目が皆さんちょっと引っかかるポイント。今まで当たり前のようにね、電子データはデータで保存する方がいいやっていう方はなんて楽になるんだろうって思うかもしれないんですけど、逆に紙で保存している、もしくは手書き派の方だとかですね、今まではずっと紙で撮っていたっていうような方々がちょっとお困りになるんじゃないかなということで、今回動画の方にしてみました。それでは4番目のね、電子取引データの義務化についてもう少し詳しく見ていきましょう。もともとこの電子取引データは税務署への申請は不要でした。先ほど最初にね紹介した国税関係帳簿書類のもののように、税務署にね事前に申請が必要っていうものとはちょっと違ってですね、電子取引データ自体の申請、電子で保存するのは申請が不要だったんですね。そして先ほども紹介しましたけど、書面紙で保存することも容認されていました。要はどっちでもいいんですよっていうのだったんですね。それが2020年の1月から電子で取引したものは電子で保存をしてくださいというふうに義務化を要請されることになります。では一体どういうものが該当するのかって皆さん気になるところだと思うので、例で紹介していきたいと思います。例えば EC サイトで購入した備品の領収書を PDF でもらった、もしくはね PDF でダウンロードした、これは EC サイト系って言ってね、大きなところだと多分 Amazon さんが該当するって皆さん頭に思い浮かぶんじゃないでしょうか。 Amazon などの EC サイトで購入した備品の領収書っていうのはデータ上でもらいますので、そうすると PDF で保存、電子で保存しなければいけなくなります。まだもう一つ、 PDF でメールに添付された請求書ありますよね。取引先から請求書がメール添付できたっていう場合ある、そうするともうそれは電子取引でもらったデータなので紙で出力して保存はダメになるんです。要は電子でもらったんだから電子データで保存してくださいねということが義務化されます。もう一つ例を挙げると、ファックスで請求書を受け取った時に向こうからね送ってきてもらった時、自分のところの複合機でデータで保存した場合ですね、これもデータ保存に該当してしまうので電子取引データの義務化ということで電子で保存をしてくださいに該当してしまいます。これ以外にもね、領収書だけではなく請求書、納品書、見積書、注文表等なども該当しますので、こちらの方ね必ずある方が多いんじゃないかなと思います。それでは一体どうやってこれをねデータ保存してくださいと言われるものの、どうやってどういうような要件に基づいて保存すればいいのかを次のスライドでね紹介していきます。データ保存には3つの要件があります。まず1つ目が関係書類の備え付けです。どういうことかと言いますと、概要書類、要はマニュアルをつけてくださいね、備え付けといてくださいねということが1つ目の要件です。で2つ目の要件が検読性の確保。これはどういうことかと言いますと、簡単に言うとディスプレイやプリンターでいつでも出力できますよっていう状態があれば検読性の確保がされているということです。そして3つ目、検索性を確保してくださいということですね。これは先ほど言ったように3つのポイント、日付、金額、取引先のこの3項目、この3項目で検索ができること、この3つが要件になっています。でこの3つの保存要件を満たしていて、さらにじゃあどういう風な具体的な保存方法にするかについて見ていきますね。具体的な保存方法を紹介します。4つの方法の要件いずれかを満たせば OK です。まず1つ目ですね、タイムスタンプ付与済みのデータでもらうこと。これはね確かに一番楽ですよね。もう相手側からタイムスタンプが付与されていた状態でデータをもらっているので、そのままね電子データ上にこう保存しておけばいいというものですね。これはすごく楽なんじゃないかなと思います。要は相手がもうね対応してくれているっていうケースですね。そして2つ目、向こうがねタイムスタンプ付与がしてくれなくてそのままのものでデータ上でもらった場合には、自分のところで2ヶ月以内にタイムスタンプを付与するという方法ですね。そして3つ目、
取引データの訂正削除ができないってことですね。要はもらったデータを後から訂正したり削除が勝手にできるようになってしまうと、電子データとして保存するとしてはまずいことが起きてしまいますので、例えばね、外部の方とか第三者の方が訂正削除してしまったら、請求書やね、領収書の金額が変わるってことになってしまいますので、それはまずいと。そういうことで、もし訂正削除もした場合にはきちんと履歴が残るシステムで保存をするっていうのが3つ目の要件になります。もちろんね、領収書とかって1回出したんだけどね、金額間違えてましたって言ってやっぱ訂正するってことがね、実務上どうしてもね出たりすると思うんですよ、いくら気をつけていても。そういう場合にもし訂正したり削除したとしても、履歴が残せるようなシステムで保存しておくっていうのが大事です。そして4つ目、事務処理規定を備え付けて運用する方法です。これは取引データのね訂正や削除を防止するために、この規定を設けて運用している場合もこれの保存方法に該当します。ですので、この紹介した 1,2,3,4 の方法をいずれかを満たすことが必要になってきます。でこれ結構ね、皆さん大変な方とかね、困るなーっていう方がいらっしゃると思うんですよ。めんどくさいなーっていう人も出てくると思います。でもちろん、会計ソフト自体で請求書を、例えば領収書を作っている方は、その会計ソフトが多分対応してくる可能性っていうのは高いと思うんですね。そこのところで作ればタイムスタンプができる、もしくはこの訂正削除の履歴が残るシステムに変換されていく可能性が高いので、会計ソフトなどね使ってね対応している、もうすでにそういうシステムが導入している方はいいんですけども、ソフトを使ったりとか導入したりしていない方が本当に非常に困ることになるんじゃないか、もしくはね何かしら対策をするために新しく何か導入しなければいけない、会計ソフト使ってみようかなとかいう方々が出てくるんではないかというふうな予測を個人的にしております。はい、それではまとめです。電子取引のね、電子データが保存の義務化が始まりますよということですね。今まで書面での保存も容認されていたんですけど、令和4年の1月1日以降は電子でもらった取引は電子保存が義務化されます。そして要件を満たすような対策が必要となります。そしてね、これはね法人だけの話とかではなくて、個人事業、フリーランス、まあ、自営業をしている場合も該当しますので要注意です。もしこの電子保存の義務化ができていない場合どうなるかっていうと、これ国税庁の Q&A に出てるんですけども、青色申告が取り消される可能性もあるというふうに書かれています。もしね、税務調査が入った時にこの電子保存が義務化されてないよねっていうことで、一発でじゃあもう今回で青色申告取り消しますよみたいな話、そこまで重いペナルティにはならないというふうにね、予測を皆さんしてるんですけども、もしかしたら他のね、この電子保存もできていない、これもできていなかった、例えばこれが漏れているみたいな場合には、もしかしたら何個か要件が重なって、じゃあ青色申告取り消しですねって言われる可能性もゼロではないので、皆さんきっちり情報を入れて年明けに対応できるように、情報がねどんどんこれから出てくると思いますので、あとはね、自分が使ってるシステムがどうなのか、自分が使っている会計ソフトが対応してくれるのかどうなのか、もしくはね、自分たちで自社で何か用意をしなければいけないのか、経理のねやり方というのを一回見直して、あと取引先との対応ですよね、そのあたりを一回すべてちょっと洗いざらいチェックし直しというか立て直さないといけないような法改正になっていますので、ぜひそのあたりね情報入れてしっかりと対策間に合うようにしていただければと思います。というように、このチャンネルでは自営業やフリーランス向けに役に立つような内容を動画にして紹介していっています。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またね、コメントやいいねボタン、高評価ボタンしていただけると励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他オンラインサロンの運営、インスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。 TikTok はフォロワーがね 5.5 万人を超えております。ぜひねそちらの方も合わせてチェックしてみてください。そして私はオンラインサロンを運営しています。メリットは3つあって、1つ目、質問相談がオンライン上でいつでもすることができます。そして2つ目、 Zoom サロンを開催しています。これはサロンメンバー限定で、サロンメンバーと私とで Zoom 上でね相談したり、まあ情報交換をしたりする場でとても好評です。そして3つ目ですね、税理士の裏側を公開してます。私がどうやって今ビジネスしてるのかとか、こういうとこからヒントをもらってるよっていう情報ももちろん、 YouTube や TikTok の裏側なども公開してるのはオンラインサロンのみだけです。また新しい税金情報やね、もっとね詳しい解説をする時もありますし、全てそういう情報はサロンだけに載
上げておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄の URL から飛べるようになっていますので、ぜひ税理士川南のオンラインサロンご検討ください。そしてもう一つお知らせです。私は本を出版します。自営業フリーランス向けにね、必要な項目をギュッと絞った本を今執筆中でございます。 Q&A 形式で進んでいく予定ですので、自分の気になる Q から読んでいただいて、必要なところから読んでいけるようなスタイルの本を出版します。2022年の1月出版予定ですので、また Amazon などで予約が始まったらこちらの方でもお知らせしますので、ぜひお買い上げしていただけるという方はね、コメントにねしていただけると、あのお礼のメッセージをありがとうございますみたいなね、一冊売れましたみたいな形でコメントしますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回のね、法改正ちょっとなかなかね厳しいなっていう風に私も個人的に思ってるんですけど、まあ決まってしまったことなので、どうやってね対策していこうか、一体どうしようかっていうのね、情報を得て皆さんそれぞれ対策をして間に合うようにしていきましょう。またね、役に立つような内容を動画の方で紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひこれからも私のチャンネルよろしくお願いします。それでは本日の内容は以上になります。税理士川南でした。それではまた。